催ください。まずはカーナンバー31 KPR レクサス RCF GT3 をライブする中山雄選手、続きまして、カーナンバー28ルーキーレーシングより ORC ルーキーレーシング GR セプラをドライブします、世界の山県こと山下健太選手、続きましてカーナンバー310CLS レーシング GR ガレージミトインター GR86 に久保凛太郎選手、そして最後に先日のスーパーフォーメルオールドポリス戦で見事初優勝を飾った乃木の人、カーナンバー22ワイルドマン EBI ポルシェ GT4 ドライブするジュリアン・アレン選手です。はい、ありがとうございます。今日は選手の皆様お座りいただきまして、特集をスタートさせていただければと思います。じゃあまずはですね、ジュリアン・アレン選手、先週のオートポリス戦初優勝おめでとうございます。入ってます？ハロー？ハロー？あ、OK。あ、まあ一人あのスーツあるからちょっと恥ずかしいけど、まあオートポリス今まで良かった、だからちょっとまだどうやって幸せです。でも今初めて24時間のエンジュランスレースするから、本当に興奮してる、まだどうな感じするのは分からないから、全部サプライズで本当に嬉しい。ありがとうございます。すみません。ね、レイ選手は日本語でいろいろと皆さんにね、喋ってくれますのでね、よろしくお願いします。さあ、選手の皆さん、トークショーではありますが、昨日ね、予選が大雨で、恵まれてね、できなかったんですけれども、まあ、本番はね、この後の15時から24時間なんですが、まずは、じゃあ、お一人ずつチームの、まあ、予選から競技の今に向けて、どんな感じの雰囲気かというのを、まず中山選手から。使っていただければ、はい、僕はですね、今回 APR からレクサス RCF GT3 で、参戦するんですけども、今週に入ってまだ乗った距離が、あ、今日朝来たんですけど、まあ、でも2周ができてないんで、車の状況はよくわからないっていうところですけど、昨日走れたら良かったですけどね。なんかこの間のオートポリスの雰囲気だったら全然やるなと思ってたら、あれやらないんだと思って。まあね、車をさすがにね、24時間っていう長いレースでもあるんで、壊しちゃったりね、トラブルが出ちゃうと、そうですね。いや、それは本当に思いました。で、まあジュリアーノ選手の車はちょっと壊れちゃったみたいですけど、そうですね。はい。はい、まあでも、まあ、結局直してみんな走れるということで、はい、それは良かったなと思います。で、うちのチームは本当未知数なので、去年は亀さん走法で、あ、もう一瞬2秒ぐらい遅かったんですよ、みんなより。だからもうゆっくり行こうって言ってたらノーミスで2位だったんで、そういう作戦かなと思います。今回もじゃあその、中山選手が、RCF GT3 をドライブするのは1年ぶりぐらい、そうなりますね。はい、普段はポルシェそうそっか、今シーズンはね、はい、STX クラスに出てるので、はい、でもそこのメンバーと通常の元の APR のメンバーが合体したチーム構成になってますね。はい、ポルシェの3人とレクサス3人で、6人で戦うという形です、今回は。はい、ありがとうございます。じゃあ続きまして山下選手、はい、はい、まあ、ST9 クラスとはなりますけれども、はい、GR スープに参戦、そうです、はい、車の仕上がりだったりとか、チームの部位って車は僕はまだ乗ってないんで、今週一回も、あ、今週まだ乗られてない、はい、今日の夜の12時もうちょっと人選んだ方が良かったんですか。乗ってる人選んできた方が良かったと思うけど、いや、ちゃんと乗ってますよ、大丈夫、開幕戦も乗ってますよね。開幕戦乗りました、お手際は、はい、はい、そこを思い出していただきながら、ことを話していただければ、そうですね、まあ、でも今回、僕らのスープラより、水素自動車の方が、そうですね、すごい話題になってるんで、ほかの3人の方は、田中選手は、その、パローラスポーツの H2 コンセプトってご覧になられました？はい、見ました。中野選手、まだ会ったことないっていう感じってことで。あ、会ったことない、はい、だからどうかしら、あ、そっかそっか、パローラーですよね、パローラー
で、まあ、あの2台というね、あの白と青と黄色の2台います、ね、2台スープラとカローラですね、はい、そのうちの1台ということで、そうです、そういうことです、覚えたけど、まあ、そこのね、あの水素エンジンを搭載した HC コンセプトですよね。本当に非常に話題がすごいですよね。もうメディア関係もものすごいあれじゃないですか。すごいと思います。あまりさ近くに行けないんだけど、あれエンジン音とかどういう感じ？なんかエンジン自体はなんかヤリスのエンジンと一緒らしくて、で燃料だけ水素、うん。全然詳しいこと。ドロドロドロとしてちょっと低い感じの音してます。でもあの音はなんかその本当ヤリスの時とあんま変わんないなっていう。ちょっと甲高い感じ。だからこちらのメンバーにはもちろん堀藤選手もいた。あと今回小林香織選手もね。そうですね。すごい豪華なメンバーですよね。そうですね。まさかそうですねで終わらせようと。みんなの実力が問われる。問われるからですね。なんで。でも本当に、まあ、ルーキーレーシングの皆さんだけじゃなくて、今回のね、あのスーパータイム、この24時間って、本当に GT に参戦しているドライバー、もうたくさんこうゲストというか、スポット参戦してますけれども、ね、あのトモリタロ選手のチームなんかも、今回は。そうですね、僕は乗ってませんけど、GT 乗ってないんですけど、坪井選手。坪井さんの話が来たりと、じゃあ、坪井を呼んでくればよかった。違うんですよ。なんで去年途中からいなくなっちゃったんですか。ごめん、もう一回言って。なんで去年途中からいなくなっちゃったんですか。ああ、最終戦、はい、最終戦なんでいなかったか。長くなるよ。いや、長くなるし、カメラ系は全部止めてもらわないと困っちゃうけど。止まらないのでね。止まらないよ、止まらない、言えない話はたくさんあるよ。みんな3クラスの全部応援しよう。244。あ、今日はね、この微妙な拍手。今回、そのリンタロー選手変な汗かいてるよ、とりあえず汗じゃなくて、油が油汗じゃない、油汗じゃない、油汗じゃない、油汗じゃない。あのリンタロー選手のチームって、はい、今年からほら、元々は86を、はい、4クラスか、はい、走られてて、でレギュラーで、久保選手、小林選手、細川選手で、昨年もね、いい結果残してます。そうですね、去年のチャンピオンですよ。そうですね、はい、ありがとうございます。約束通りです。あ、皆さんにね、打ち合わせ通り、打ち合わせ通り、はい、で今年から、はい、GT4 のスープラを、はい、走らせてます。で今回の24時間は、はい、お金がかかるんでやめました。1台のみのエントリー。そうです、86だけ、まあ、86、僕らのチームはカローラ新茨城さんというチームが、はい、カローラ新茨城さんがやってる GR ガレージミトインターとして、スタイに参戦してますけど、86は、もう丸々カローラさんのチーム GR ガレージミトインターの主要メンバーで構成されてて、スープラの方はどっちかっていうと、郡山にある、ゴルフショップさんがファビュラスさんゴルフショップさんがあって、そことジョイントしてカローラとファビュラスでジョイントして走らせるチームなので、っていう2台コースですね。で今年はちょっと、86はもちろんチャンピオン取りに行くぞって感じで始めたんですけど、開幕戦と第2戦があまり運が良くなくて落としてて、でこの24時間、優勝できないと本当チャンピオンの目がなくなっちゃうので、っていう意味で1回スープラやめて、もう全勢力を1回86に集中して、もう24時間勝たせてから次のレースからまた2大体制に戻る予定です。なるほど。じゃあもう今回の久保リタロ選手のチームに関しては、はい、まずはクラス優勝がまずないと、もう必勝ですね。できたら去年、昨日の予選もやってホール取って優勝しての、なんですか、フルポイントマークしたいぐらいな感じでしたけど、ただ予選が、結局行われなかったの で、 そうです、ね、ポイントランキング順という形ですよね、うん、ちょっとランキングないかわかんないですけど、僕ら4クラス3台しかいないんで、遅くても3位、3番目、悪くても3番目なんで、まあ、トップは目の前なんで大丈夫だと思います。でも、 基本的にドライバーのラインナップが去年とは変わってはないと思うので、そうですね、ほとんど一緒ですね。そこはもう全然もう問題ないんじゃないですか。そう願いますけど、そこはちょっと期待しています。はい、頑張ります。じゃあ続いてクリーナーカレッジ選手、今回、ポルシェの GT4 のチーム、に急な参戦発表だったのかな、急に決まった感じです。まあ、何ヶ月前にちょっと中からメッセージを送って言ってきて、僕たちと走りたいんですと、僕は
度僕のマネジメントでちょっと聞いて、とその後あの一緒にリサイクルに決まったので、だから全部まだ新しい新しい新鮮ですか、あの GT4 のそのドライブの経験っていうか。あんまり分かってないのちょっと早いから。あ、早く喋っちゃう、早く喋っちゃう。あの、ウリアの選手は、はい、GT4 のそのポルシェ、はい、の、まあ、GT4 車両ですね、マシン、はい、のドライビングっていうのは今回は初めてですか。初めて、もともと GT 今年は初めてあの走ってるので、前からいつもシングルシーターだけしてたので、だからあ全部新しい。そのポルシェのその GT4 は運転はしやすいですか。あ、まあ結構バランス的はちょっとオーバーステアだけど、でも本当にあの最初初めて走った時本当に楽しかったので、あまあ絶対あの細かいことをもうちょっとインプルーブしてできるかと思うけど、でも今まで本当に楽しい走る時、あのそれが一番あの最初の勘違いは、いや、これやっぱり本当に楽しいで、どんどん切っていって、とその後、ラジオでボックスください。でも、本当に楽しい、大好き。ケンタがやっぱり海外に来たって、もし分からなかったら、ケンタがあのトランスレートするから。OK、OK。また、ヤマケンの英語ってあんまりみんな聞いたことないんですか。聞いたことないね。ですよね。感染してる時無線とかですね、インタビューとかなかなか日本じゃなかったから、ちょっと赤くなってる。すごいね、ジュニアラージ選手からツッコミが入るんだよね。でも僕の日本語より絶対いいかと思う。超うまい、日本語、日本語は英語超うまい。日本語は英語も超うまい。4歳の子供、僕よりだってフランス語、はい、フレンチですよね、はい、ほとんどフランス語。だから何個喋れる？3つ？4個。4個、はい、すごい。イタリア、フランス語、英語とちょっと日本語。でも残念ながらで4個の場合、日本語は一番下。あんまりよく喋れないから。お母さんと何で会話するんですか？まあちっちゃかった、まあ、いつも日本語喋るけど、あでもいつも同じこと。だからあの日本語そんなにあのインプルーブしてない、ちっちゃかったから。まあ、ちっちゃいだった時、4歳、5歳、6歳、結構よく喋ってたので、だからペラペラであんまり問題なくて、でも、もっと、あ起きた、あの、どうやって起きなった時、あんまり日本語ちょっとなくしたので、とイタリア語習った時も日本語全然ダメだ。だからイタリア人のせい。いやー、すごいすごいすごい。で本当ね、スーパーフォーミュラの、ね、インタビューだったり、スーパーフォーミュラダイツの記者会見とかも、あの全てこう日本語でね、あの話をしてくれるので、あの本当にね、あの記者の人とか含めてもメディアの方は本当に感謝してます。あみんなあの分かるふりしてるから。いや伝わってますから大丈夫ですよ、ジュニアの選手。ちなみにあの、まあ、ジュニアの選手以外のお三方は、まあ、その今回の24時間、富士の24時間レースってもう数回は出場されてるじゃないですか。ジュニア選手にアドバイスでこういうのがあるから気をつけてとか、こんな楽しみ方があるよっていうのを一人なんかちょっと教えていただけると。やっぱあの8時の花火、おそう、花火の花火やるんだ。あ、知らなかった。あのアドバンコーナーの奥かな。走ってるとベリーサプライズ。じゃあちょっとサプライズになんないよね、今言っちゃったね。言っちゃったね。言ってよかったら、やっぱりきっと花火見るときはやっぱり最後だから、あのラストラップだからオフ。そう、ラストラップではないの、本当まだ始まって数時間です。OK、じゃあ分かりました。F1 とは違うね。山下選手はなんかこう、わ24時間はこういったことですかね。じゃあ、ちょっとローレベルドライバーはいっぱいいるから危ない。すごく素晴らしい経験をお持ちのドライバーの皆さんが非常に多いということでのね。びっくりした、なんかあれ、まあ、危ねえな、本当。ドキドキするわ、このスペース。録画してた方、今のところでカットして、僕からフィオンを入れておいてくださいね。かわいそう。あの、みんなドライブスキルはすごい高い人たちが多いので、楽しんでドライビングしてくださいって。OK。わかりました。僕はね、夜あのバーベキューしてる人が
たくさんいる。めっちゃ美味しそうな匂いするからお腹すく。じゃあそれは大丈夫。あの僕覚えてる、アウストリアにグランプリ、あのレッドブルに走ってた時、コーナー1とコーナー2の間、ベスタッペンのファン、グランスタンドあって、とビールの匂いだ、匂いよかった。とすごい臭かった、ビールの臭かった、はい、だからバーベキューの方がやっぱりいいと思う。アルコールよりかはまだバーベキューがいい。バーベキューがいい、はいはい、そうなんですね。まあでも本当にね、あの20、ちなみにごめんなさい、皆さんってどの時間帯走られるんです？若いからやっぱり夜。鍋山選手僕は、8時ごろと1時ごろ夜中の、はい、川さんも7時ごろかなと。あやっぱりその夜の選手、ナイトセッションって言われるところ。そうですね、お前は夜担当だって言われて来てるんで。山下選手は？僕も夜、夜中と朝。あ、じゃあもう本当に 夜中セッションからも早朝にかけて。そうですね。友選手は？僕はスタートやって、夜走って、夜中走って、明け方走って、ゴール間際もう一回あるから。何回乗る？結構走ったです。今は4回って言われてるけど、多分5回になりそうな気がしてる。忙しい。素晴らしくない、全然。忙しい、忙しい、忙しい。忙しい、忙しい。ジュリアン選手は何時ぐらい乗られるんですか？まあ、夜、夜中と朝。みんな2回とか。でしかも、86燃費良くて、はい、2時間5分とか走れるから。あ、車だったんで1回ぐらい走る。あ、でも今年はちょっとガソリンの搭載量が減って、長くても1時間45分か。それこそゆういちくんとか出てた時は2時間、夜燃費と2時間10分とか持っちゃう。そうだ、ワンスティンとか本当長いって。本当飽きるんだよね、こう。本当飽きる。それよりやっぱおしっこ、あ、おしっこに行きたくなる。あ、ジュリアン選手にトイレ、トイレよ。だから僕は、まあそうかも。でも僕もちょっと習ってる、スーパーフォーミュラのウィーケンド今までセッションの間おしっこ、トイレ時間なかったので、なんかもうちょっと狙ってる。じゃあ我慢はしてるっていうことね。今トイレトレーニング中ってこと。本当にね。でね、あのちょっとジュリアン選手の、まあ、タレコミ情報でね、ジュリアン選手、日本食って何がお好きですか？もともと何でも食べる。だからそれも問題。僕選ぶときはいつもとんかつとか、フライのものは本当に大好きだから。揚げ物。はい。揚げ物。揚げ物。と、ヘルシーフのサラダとかあんまり食べないから。あ、サラダあんま食べない。だから、まあ、今まで何でも食べれる感じ。大好きだから。なんか聞いた話によると、あのカップヌードルのシーフード味がすごい好きだって。あ、絶対一人から聞いた。まあ、まあ、トマト情報筋から聞いたんですけど、ものすごくシーフード味が好きだって聞いたんですけど。はい、サーキットにいるとあまり走らないとき、いつもピットの中うろうろして食べてる食べてる食べてる。といつもカップヌードル、カップヌードル食べてる。シーフードの、でもこの間シーフードの味らしさ食べて、ちょっと変な味あって、ちょっとお腹壊した。ちょっとお腹、はい、と、それは最後食べた時。いやでもね、本当に日本食をね、こういうのを愛していただけるのは非常にありがたいです。こういった24時間乗り出してカップ麺とかね、非常にすぐにできて召し上がれるんでね、ドライバーの人さんもおそらく料理はしてると思いますけれども、まあ料理といえば、あちらのパドックエリアのオリズルは今年の4月からグレインガーディンになりましたね、皆さん ね行かれた方、はい、その中で、まだその多くは行ってないね、その中でとあるメニューが今ね、炎上症じゃないですけど、話題沸騰ですけれども、ヤマチェカ餃子定食、餃子食べてくれる人いますか？ヤマケン餃子を食べられた方、少ないですね。少ないね。今回ほら、4月から始まってるから、今回の24時間来てる方もいるかもしれないけど、いやでも今、もともと行った人が少なかったから、多分行った人は 100% 食べてる感じだよ。グレインズガーデン行ったよって方、餃子食べたよって人、まあ 70% ぐらいじゃないかな。ダメじゃない、足りないね、もうちょっとでも、山下さん、中山選手と久保選手はどう食べられました？食べてないですよ。食べてます。行ったけど食べてないです。何食べたんですか？何食べたんですか？
30% 側だと思ってよ。俺まだ健太からなんか LINE ももらってないし、絶対餃子食べてくださいねみたいな連絡も別にないからまだいいかなと。あれは別にそうだね。ゆういちくん食べました餃子。あ、餃子はまだ食べてないけど。食べてないじゃん、ほら。カルビ丼は食べてない。あ、カルビ丼食べてない。今度広めないと、ね。あれってでも、どういうあのメニューにラインナップで上がったんですか。あれじゃないですか、チェックレンジャーって。ありますね。次チェッカー、右チェッカー、キラチェッカー、山チェッカー。はい、で特に山下選手から僕餃子定食お願いしますっていう発案でもない。いや、あの元々折り鶴あれじゃん、はい、あんな美味しい料理なかった。ちょっと待って。盛り上がってまいりました。こういうのがね、あのね、マスク2回つけてるからゴボゴっていうなんとなく喋るけど、普通にみんな聞こえましたからね今ね。ね。経営者の方が変わったんです。変わりましたね。で、この際にやっぱり料理も美味しくしてくださいって話で、ね、で餃子があったら嬉しいですって話がずっとしたんです。そこからじゃあ山ちゃんが餃子定食っていうような、はい、でもなんかリクエストしたらなんか増やしてくれそうですよね。中山選手、もし自分の考案メニューがあったとしたら何をお願いしたいですか。ステーキ。ステーキ石焼きで焼けるようなそういうセット。溶岩プレートみたいなやつ。かわいいな。その場で自分で焼き加減を決めてできるステーキ定食とか、はい、しいなと思います。お肉、はい、どうでしょう。僕はカップヌードルのシーフード味多分ぜひ置いてほしいな。お湯だけくれって。お湯だけ。あ、シーフードヌードルね。あれ、ジェリアの選手はあのクレーンカーでレストランわかります。はいはいはい。あそこ同じシーフード同じ。カップヌードルシーフード。これ聞くよってないか。じゃあ私ちょっとオーナーさんに伝えときますよ、ね。はい。伝えます。ありがとうございます。さあね、あとちょっとそれぞれに聞きたいのが、まあナイトセッションを含めて、まあチームって変えられないと思うんですけど、ピットの方でどういったなんかお部屋になってるとかっていうのはどんな感じなんですかね。チームによってお布団が引いてあったり。 APR は裏の建物を借りていて、家族ついて、はい、ついて、そこに布団を敷いて、あとは小高選手が持ってきたプレイステーションをみんなでやるっていう感じですね。プレイステーションをやるってなんか合宿というか修学旅行みたいな感じなんで、はい、楽しい感じですよ。すごくベッドを用意されてるんですか。まあ、キャンプのなんか刺繍みたいな簡易的なやつですけど、まあ、去年あの夜あのゴキブリが一匹出たんですよ。なるほど、はい、それで盛り上がっちゃってあでもそういった設備があると、はい、山下選手のルーキーレーシングはどんな感じの設備。多分休むスペースはいっぱいあると思うんですけど、僕はちょっとスタッパすぎて多分入れないので帰ります。待って、帰る、帰ります。一回帰る、帰ります。ご自宅に。あ、いやいや、ホテルに。あ、ルートイン。ルートイン。やっぱ、406? 駅前それとも246だ。いやいや、駅前。駅前の406? 406に山下健太は帰る。でも夜中のセッション走りますからね、山下選手はね。そう、朝方のセッション、朝方まで終わったら。だからその夜中の2時ぐらいに終わったら1回帰ろうかな。朝走るまでの間にシャワーとか浴びたいんで。何の出前が欲しい。出前ですか。もう多分届けてくれる。あ、みんなが406に何ですかね、お金ここ餃子が多分カップヌードルのシープダイスだったと思う。今流れ的にはそうですよね。お金がいい。間違えました。間違えましたさあ、福田選手のチームはどんな感じですか。うちはですね、ドライバー含めて非常にハイエース率が多くて、めっちゃハイエース率が多い。ハイエースで出ます。もうフルフラットにして。いや、全然そんな普通、僕のは普通のハイエースですけど、あとは一応キャンピングカー1台用意したぐらいですかね。なるほど。でもそういった、ね、
キャンピングカーも非常にね、多くのチームさんが持ってきてますもんね、ここね。そうですね、なんかいろんなあの金持ってる人がなんかキャンピングカーの自慢みたいな感じで並べてますけど、なんかそういうのはうちはあんまり好きじゃないんで、あのちょっとこじんまりしたやつでやりますけどね。はい、なるほどですね。なんかうちのはこんなバーってやるんだぜみたいなね、ちょっとちょっとありますね。ちょっとあるよね。ちょっとね、ここさらに深掘りしちゃうとね、ちょっと大変な方に行っちゃうかもしれないんで、ジュリアナ選手のチームはどうです？まあ、あのちょっとちっちゃいやキャンピングカー借りて、でも僕あの時間あるときお家に帰るホテルに行くこと？はいはいはい。No, no, お家あの横浜に住んでるからここまでまあ20分。どこ？言わない。いやアドレス言わない。まあ、もうこの流れ分かってるから言えません。あ、みんな聞こえ、みんな聞いた。まあ、お家にいたら帰ってシャワー見てみたいと、はい、ということですね。あの話は尽きないんですけれども、まもなくお時間となってしまいますので、最後にこの24時間レースの決勝前に向けてですね、一言ずつ中山選手からいただきたいと思います。ではお願いいたします。はい、まあ、STX での参戦で総合優勝を狙える、ところなので、やっぱ最後24時間ゴールするだけでも、ね、すごくあの感動的なんですけど、優勝、総合優勝というのがつくと本当に、嬉しいと思うので、はい、それをしっかり狙って頑張っていきたいなと思いますし、まあ、あと天気も、ね、今年はちょっとここから回復傾向に向かうかなと思うので、ぜひですね、バーベキューする方はそういうことを楽しんでいただきたいですし、この24時間レース、富士だけ、今年はこれ1回だけなので、感染症にも気をつけながら、楽しんでいただきたいなと思います。僕はもうあのビールが飲みたくてしょうがない。ダメです。決勝前ですか？飲んだら乗るな。ちょっとチームに怒られますからね、飲んじゃったら。乗らずにお給料もらえるみたいな。ならないですか。飲んだら乗るなです。はい、はい、中山選手です。ありがとうございます。じゃあ続きまして、山下選手をお願いいたします。はい、僕らは ST 級クラスってことで、ライバルはいないんですけど、今あのスープラの方は、ちょっと普通の GT4 とは、違う形でやっていて、市販車の方にいいフィードバックができるように保っていろいろやってますので、24時間それで戦って、で最終的には、皆さんの乗る車が良くなるような、なんすか、味付けというかね、はい、そういうのができればと思ってますので、まずそれで24時間ちゃんと完走するっていうのと、感想したいです。で、あとそして、GR スープラの期待を上げていただける、はい、そうですね、はい、はい、そして、405か406に、なんかね、差し入れをお願いいたします。山下健太選手、ありがとうございます。じゃあ続きまして、横田選手お願いします。はい、うちはもうとにかく優勝しかないので、何番スターとか分かんないんですけど、優勝目指して頑張ります。で、僕個人的にはですね、去年夜中土砂降りでセーフティーカーがすごい長かった時間帯に、100R の内側に街灯が1個あるんですけど、その街灯の下にビニール傘を持ってパイプ椅子に座って、そのセーフティーカー中ずっと眺めてる女の人がいたんですよ。あの人が今年もいたら本物かどうか調べたい。ちょっと怖い話ですね。ずっといた、本当に夜中の3時ぐらいに本当のパイプ椅子に座って、街灯の下に土砂降りの中こうやってビニール傘持っていたあの女の人は、心当たりある方いたら教えてください。はい、ぜひ久保選手の SNS のダイレクトメッセージの方にお願いします。そうですね、まあ、コメントでも何でもいいんで、はい、あのうちの知り合いだよって言ったら、あの人は生きてるよっていう一言があれば安心して僕は夜中走れますんで、ぜひよろしくお願いします。もしね、あの心当たりがないよって方はもうそっとしておいてください。お願いします。はい、ありがとうございます。それでは最後、ジュリアナ選手、久保さんの方をお願いいたします。まあ、ちょっとおととい、もうちょっと問題あって、だから今日ピットからスタートして、でもそこから24時間、本当に長いから頑張って、オレンジの22のポルシェ見るとき、応援してください。みんな楽しんで。はい、ジュリアナ選手、ありがとうございます。それでは、久保さんの方、ジュリアナ選手、大きな拍手をお送りください。中山選手、山下選手、久保選手、ジュリアナ選手でした。ありがとうございます。